聴の皆様、本日はようこそエアフェスタ浜2016においでくださいました。まもなくブルーインパルスによる展示飛行が行われます。本日はようこそエアフェスタ浜松2016においでくださいました。ただいまからブルーインパルスによる展示飛行を開始いたします。チャレンジフォーザクリエーション構造への挑戦を開始します。我々ブルーインパルスは今シーズン飛行の翼として夢、希望、感動、そして笑顔を皆様にお届けするため新たな第一歩を踏み出しました。我々はこれまで築き上げてきたブルーインパルスの伝統と技を継承し、さらに発展させるべく、つなぎ努力を続けてまいります。本日も皆様のご理解と協力への感謝の気持ちを、純白のスモークと翼に乗せ、大空のキャンパスいっぱいに表現しますので、これから約40分間、ダイナミックなアクロバット飛行と、美しい変態飛行の妙技を楽しみください。では本日も展示飛行を実施するパイロット航空機へと移動します。そこで本日展示飛行を行うパイロットを紹介します。
ともに斉藤院伊藤君上原博士航空学生中止熊本県出身4番スロット伊藤君川村翔平航空学生50歳埼玉県出身5番リード戦担当君小野田基準航空学生53歳鹿児島県出身6番お法人と伊藤君山崎裕太航空学生59神奈川県出身以上6名のパイロットが本日のエンジン等を行います今パイロットたちが身につけているものシリーツと呼ばれるものですパイロットはエンジン等中終旋回や宙返りなど自分の体重が数倍になる重力加速とすなわち G に耐えなくてはなりません激しい G により後部から上がろうとする血液その G スープが空気圧によって下半身を圧迫し血液を上げないようにするのですThank you.
点滅を始めました。エンジンスタートの準備が整ったようです。Thank you.
が軍拡のスモークをしながら進入してまいります。まずはクリップを前走させてもらいます。ダイヤモンドダーティーを発生。
100キロの速さで連続横転しながら降下します。Nope.
ただいま海上上空を通過した船体は体形変化を行い、辺り海上右手方向から進入してまいります。
それではここで本日のエンジン走を支えた AB を紹介します。南東空港、ベース柴田、伊東空港、飛山、和歌山。2番、南東空港、三浦、南東空港、羽田、伊東空港、伊東空港、間を大事に。3番、南東空港、渡辺和伊東空港、炎上寺、伊東空港、高倉城屋。4番、南東空港、石原高政、南東空港、高平、伊東空港、知花哲也。関東空港、大石市、関東空港、桑原周辺、伊東空港、谷木洋一。6番、関東空港、井本義孝、関東空港、井戸田淳二、伊東空港、山田淳二、運転班長、伊東空港、あとを応援し、整備官房、担当空港、石原翔以上、10名の整備員です。なお、整備官房、お力参院は、静岡県、浜松市出身です。ブルーインパルスは非常においても最後までこの編隊を崩すことはありません。国旗は空中でも地上でも常に編隊精神という良い絆で結ばれているのです。
飛行機に収容できた満足感をエビンと共に味わうことによりエビンとの心の絆をより深いものへと変えていきます。それでは本日の演説を行ったパイロットをもう一度紹介します。5番リードコーアルトフ小野田健二、それではこれから花束贈呈を行います。本日花束を贈呈していただくのは2016年浜松さん、大久保結菜さん、2016年浜松祭り、伊藤杏奈さん、池谷花子さんです。皆さん、またお会いできる日を楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。